皆さんこんにちは、今日は脱走アミメニシキヘビと小室佳代ということでお話ししようと思います。まあね、数日10日以上前から、横浜でアミメニシキヘビというね大蛇が逃げたというね、まあ大騒ぎになってるんですよね。ね、なんか3.5 メートルあるそうなんですよね。で、まあ結構ね、この報道続いてて、最初の方は、逃げたんだっていうね、まあ人間には害はないだろうってね、害は怖えんだろうっていうことで、まあ思ってたんですよね。まあところがですね、過去に、人間を飲み込んだことがあるヘビだそうなんですよね。だから、大変まあ危険ですよね。で、なんか、牛がなんかをね飲み込んだ恐ろしい画像とかもねちょっと出回っていてね、まあこれはね、怖いですよね本当に。まあ私が住んでるところはねもうはるか遠いんでまあいいんですけど、私に危害はないでしょうけど、まあその恐ろしいですよね。まあその辺りに住んでる方は本当にまあお気の毒だと思います。で、例の小室佳代はですね、まあ、同じ横浜市に住んでるんですよね。まあ、結構ね、まあ、離れてはいるけど同じ横浜市にお住まいなんだそうなんですよね。で、まあ、そういうところからこのニシキヘビの脱走は象徴的な意味を持っているように、まあ、感じたんですよね。小室佳代という、大蛇が皇室に入り込もうとしているっていうね、まあそういう、危機的な状況を象徴しているのではないかと思いました。で、まあ過去ですね、小室佳代の、まあ、行動からですね、まあ私は何度もこれは邪道だなとね、まあ感じたことがあるんですよね。まあ例えば、元婚約者の X 氏から、まあ、2年間で409万円を受け取って、まあ、ビタ1問返さないっていうね、まあこれね、まあ行動がね邪道だなとね、まあ感じるんですよね。で、まあ最近ちょっと有名になったその遺族年金を、受け取るために事実婚を秘密にしましょうっていうね、まあメールからもねなんかね、邪悪な邪道をね、感じるんですよね。まあこのような生き方をされてきて、まあねもう邪気で膨らんで、まあ国家を混乱させる大蛇となったんではないかと、まあ思っております。で、まあね、まあこういう方が皇室に入り込んでしまえばね、もう巻きついてね、まあ、離れないっていうかね、駆除できないことになるんですよね。で、まあ皇室の方々を飲み込んでしまうのではないかっていうね、まあそういう、まあ心配があるんですよね。で、まあ普通はね、まあ蛇を見たらですね、まあ普通の人はね、まあ怖いなとかね、気味が悪いとかね、まあ感じると思うんですよね。まあ本能的なものですよね。まあ中にはね、まあこんなね、ペットで飼ってるような人もいるんですけどね、普通はね、まあ怖いとかね、感じるんですよね。で、まあ同時にですね、まあ日本ではその昔から神聖な生き物とされてきたんですよね。まあ神様ってね。まあだからまあ神様は神聖であって、まあね、たたりもあるみたいなね、そんな、イメージがあると思うんですよね。で、まあ私は佳代が神聖であるとは全く思わないんですけど、その魔力のようなものがあるのかもしれないと感じることはあるんですよね。まあね、私からしたらね、本当に佳代を見てもそのどこに魅力があるのかさっぱりわからないんですけど、でも実際に、まあ、X 氏などですよね、佳代と交際したり、まあね、同居までした方もいる、男性がね複数いる様子なんですよね。まあね、報道などによるとですね。で、まあそのなんかね、でしかもその眞子内親王殿下がその、ね、すっかりもう浸水されているっていうね、ことなんですね。本当に理解できないですね。本当に、理解できないんですよね。で、まあことわざで蛇に見入られたカエルっていうね、まあ、言葉があるんですね。まあ蛇に見入られたカエル、まあ蛇に見込まれたカエルとも言うみたいなんですけどね。だからまあそれはまあ、まあ、蛇にねじっと見られるともうカエルはまあ逃げ、た方が安全なんですけどもね、体がすくんでね動けなくなるみたいなね言葉なんですけど、まあその飼い主に標的と認識されて見つめられたら相手は逃げられなくなり、
しかもそのカヨシにとてつもない魅力を感じる魔力でもね持っているのかなと思うんですよね。でまあ昨夜ですね、まあその、まあね、動画の下書きを書こうとしてね、まあこういうことを書いてたんですよね。でもちょっとねなかなか表現がねうまく言葉にできないなと思ってたんですよね。で今朝ですね、その昨日、動画で取り上げたニュースポストセブン社の記事のそのヤフコメを見てるとですね、うまく書いてるのがあったんですよね。今朝たまたま見つけたんで読み上げます。内定者のお母さんの周りの人がターゲットになって、お母さんの思い通りに振る舞うようになり破綻していく、それが連綿と続いてるって、これはもうお母さんは魔女なのだとしか思えなくなりました。妖術は多分一度に一人にしか聞かないようなっていうね、まあこういうふうに書いてあってね、あ、うまく表現してくれたなと思いました。だから、だからターゲットになってて、まあ私も下書きに標的にされ、標的と認識されてっていうね、まあその似たようなこと書いてるな。で、その私はまあ魔力って書いたんですけど、まあ、魔女なのだとしか思えなくなりましたっていうね。で、まあ妖術って書いてあってね、まあ確かに妖術っぽくね、怪しいね術っていうね、まあうまく表現されてるなと思います。だからまあ似たようなことをね感じてる人がいるんだなと思いました。でですね、まあ先月の8日の、まあ例の説明文以降、まあ大きく取り上げられるようになった、遺族年金不正受給疑惑ですよね。でまあ今のところまあね、なんか捜査がされてるとかいうね、まあ報道なりはね全くないんですよね。でまあ私はこれは捜査をした方がいい事案だとまあ考えてるんですよね。でまあ遺族共済年金についてなんかね最近改正があったんですよね。なんか厚生年金と一本化されたとかね、なんかよくわからないんですけど、だからその当時の法律ですよねに不正受給についての罰則があったのかどうかを私はね確認できてないんですよね。でまあ罰則があったならまあね不正受給のそのまあ、疑惑としてね捜査をすればいいし、まあ、その罰則がなかったら詐欺罪でね捜査すればいいと思うんですよね。たまにその高齢者が亡くなった後、まあね、その死亡の届出とかをしないで、まあ、年金を受け取り続けていたというね、まあ、子供とかがですね、でまあその子供とかが、まあ、詐欺罪で逮捕されてるっていうね、まあ、報道があるんで、まあ、あれとまあね構図は同じだと思うんですよね。その年金がその終わることを隠しておいて受け取り続けたらまあ詐欺だみたいなね、まあ構図は一緒だと思うんですよね。でですね、もう一つ、あ、そうそう、で、まあX 氏と加代氏は婚約をしていたと。でまあそのメールではそのね事実婚をしますっていうメールがあったっていうね、まあその婚約案のまあ鍵括弧付きの事実婚の最中にその X 氏の生命保険のね受け取り人を実際に加代氏に変更したそうなんですよね。でこの変更の書類がね、まあ一つの大きな意味を持つんじゃないかなと思うんですよね。ひょっとしたらその加代氏をそのまあ配偶者とかね、まあ事実婚の関係とかね、そういうふうに記載しているのではないかと、まあ私はまあね、まあ推測に過ぎないんですけどね、まあ推測してるんですよね。というのはまあ当時ですね、そのおそらくもうすでに生命保険の死亡保険金の受け取り人にその他人はなれないっていう仕組みだったのではないかなと思うんですよね。その場合はね、まあ、親族なりね、まあ、配偶者なりと、まあ記載しなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからもしですね、そういう書類に、まあ、配偶者とかね事実婚とか書いてあれば、そのね、事実婚の一つのまあね、証拠にはなるんではないかなと思っております。であとはですね、そのもう一つ気になってるのは、加代氏がの方もその X 氏をその、ね、自分 の, その生命保険の、まあ、死亡保険金の受け取り人にするという話を X 氏にしていたけど、で、まあ、受け取り人 X 氏はそうしたかどうかを一度も確認できなかったっていうね記事を見たことがあるんですよね。まあ、これが本当の話とまあ仮定して話すと、まあ、その指定をね、まあ、実際にしていたならね、まあ、問題ないんですよね。ただですね、その、していなかったら、その、まあ、騙したみたいなね、詐欺めいた話になってくるんですよね。だから、まあ、そこもね、その、加代氏が実際に X 氏を、まあね、その、
死亡保険金の受取人に指定したのかどうかもね、知りたいなと思うところではありますよね。でまあそのね、佳代氏はまあね、小室圭氏とのね結婚が実現すれば、まあ皇室に入り込むっていうかね、まあような、まあ、形になると思うんですよね。だからまあそうなる前にまあね、国民の力を結集して、まあ、退治したいなと、まあ、思っております。まあ、というわけで私は、小室佳代氏とかけて、脱走した網目錦蛇と解きます。その心は、どっちも早く捕まればいいのになと思うわけでございます。では、ご視聴ありがとうございました。